さあやってまいりました、リキアナアラウンドザワールド、はい、アメリカ5日目ですね。さあここは何ですか、リキマルさん。すごいね。すごいですよね。この写真でもみんな見たことあると思いますよ、うんうん、グローブの PV でね使われていたんですけど、私はそれ初めて見た時に、うわここすごい、絶対行きたいと思ったところの一個ですね。この写真すごい。あ、おはようございます。おはようございます。着きましたね、とうとう。はい、新たな目的地。いやすごいよ。すごいですよ、景色が。ねえ、どこまでもね変わらない岩岩岩、大きな岩がある。もうここも街全体がもうグランドキャニオンなんですね。うん、ほんと地球じゃないみたいだね。ほんとに火星かどっか行ったことないけどね、うん、そんなイメージ。すごいな。ここでね、残念なお知らせ。みんなもね、行った時には気をつけてください。持ち物が水とカメラのみ。動画はね、撮れなかったんですよ。そう、何もないね、ところに割れ目があったんですね。そこに階段がありまして、徐々に下がっていきます。結構階段も急だよね。そうだね、長かったね。うん。そしてね、ガイドさんが案内してくれるわけですよ。見てください、この景色。突如としてね、鉄砲水みたいなものがね流れていくわけで、それを繰り返してこの削れた岩場ができるわけですね。この壁の表面ちょっとキラキラしてたよね。あー、してたね。え、あれなんだったの。砂が混じってるのかな。いやー、これね、海底だって感じするよね。一場面一場面もう圧倒されちゃって、もう言葉がなかったですね。そしてね、驚くことに出口はね、入り口の隣に、そうね、力丸さんひょっこりと現れましたよ。いやね、迷路みたいだった。迷路って言葉じゃね、片付けられないほど美しいものだったんですけど、すごいよかった。またね、ここ一生忘れないだろうね。すごいよかった。そうですね。じゃあ次はどこ。次はモニュメントバレー。モニュメントバレー、はい、行きたいと思います。バイバイ、レッツゴー。ここからまともやアメリカの醍醐味、ドライブが始まりますね。かなり長い道のりですけれども、でもね、絶景は変わりないですよ。見てください。あー、すごい。おー、ここでね、力丸さん、仲間を見つけるわけなんだったんですか。何とも言えない声出しましたね、私。こんなね、旅を通じていろんなね、役所が見えたので、また楽しかったですね。ホテルもあるんだ。そしてですね、足並み、これ見ると撮ってきました。なんせね、あの道路がアップダウンが激しくて、ね、先が見えなくなったりするんですよね。そしてこうやって突如として街が出てくる。スーパーマーケットもあるんですよ。人がいると安心するよね。へー、これは安心ですね。みんなもね、アメリカ来た際はこういうところに必ず補給してみてください。ガソリンやらスーパーやらで買い物しておくといいですね。いいかも。この辺から徐々にモニュメントバレーらしい景色になってきたよね。本当に映画のセット見てるんだ。リキマルさんもずっとね、カメラを見っぱなし。おー、何これ。ほんとその通り。何これだったよね、ほんとに。坂道を上がりきったところでこの景色が見えたんですね。急にね、急に見えて、場面が狭いんで結んでるんですよね。これはね、
で、ぜひ大画面で見てほしいですね。嘘みたいでしょ、この景色。あそことか、なんか人工物みたいな感じするけど。さっきもね、来る時あったんだ、ああいうの。2個並んで。したらクソ。うん、最初に。ねこの先もね、旅は続くんですけども、アメリカにね、やっぱりなければいけないなって思いましたよ、この景色見た時はね。そしてモニュメントバレーのビジターセンターでちょっと休憩しました。トイレ、お土産屋さん、食堂もちょっとありましたね。うん、あったね。そしてね、勤務してる方はね、あのネイティブアメリカン方でしたね。なんかね、州長も肖像画とかね、何枚も飾ってありましたよ。着いた時本当に驚きでしたよ。いきまるさんもね、ちょっとおたけびを上げてましたけど、ちょいちょいちょいってのは何だったんですか。もう綺麗すぎてちょっとテンション上がっちゃったよね。ずっと後ろ見てたわけだね、うん、後ろの景色を。うん、いきまるさんは、うん、そうそう、いや僕はね、集中してたんで前しか見てなかったんで、うん、ここのね、路肩に止めてこの絶景見た時本当にびっくりしました。
あのね、アメリカの自然はもちろんすごいなと思ったんですけど、このね、見てください、この道。どうですか、ね、この道を作ったね、人のパワーもすごいなって思いましたよ。本当に日本じゃないみたい。アメリカなんですけどね。いやね、目の前に点がありますけど、これね、人がね、やっぱね、いましたね。こういう写真撮りたくなっちゃいますよ、こういうの景色見たらね。いやー、ここに来たらね、ミキマルさんのように誰でも主人公になれますよ。まあね、さあ、我々がね、またこうして戻るわけなんですけれども、道中ね、可愛いナンバープレートを見つけました。そして、ここのバーガーショップ。ちょっとね、僕ら日本には馴染みがないシステムだったよね。うん。カクカクこう駐車場に止めて、そうすると横にもう注文の機械が設置されてるんですよね。そうそう。ドライブスルーのね、あのメニュー、マックでよくありますよね。あれに、マイクもついてて、各ね、一台一台に、そのまま止められてね。うん、で、注文すると店員さんが持ってきてくれると。うん、これ美味しかったね、うん。ホットドッグにチーズかけたやつ。うん、でね、犬がね、ずっと見てるんですよ、食べてるところを。餌もね、ちょっとあげちゃいました、内緒で。はい、そして、先ほどのモニュメントバレーから約3時間、朝出てきた街を通り過ぎて、すぐのこのホースシューベントというところに着きました。ここもね、すごかったよね。いやー、すごかったですよ。あのね、これ早送りにしてるんですけど、結構ね、道のり長かったです。うん、10分歩きましたね。駐車場からね。そうそう。ドーン！見てくださいよ、これね。これなかなかね、写真じゃ迫力伝わんないよね。うん。そしてですね、ここからさらに5時間以上のドライブが始まりました。とてもね、景色素晴らしいんですよ。ね、時間が変わるとこうやってね、夜空になって、星もね、本当に綺麗でした。ね、カメラに映らなかったのが本当に残念。そしてね、とんでもない狭い道に出くわすんですよ。その道を抜けると、ドカンと。こんなね、花火のような、仕掛け花火のようなね。綺麗だったね。いやー、本当に綺麗だった。で、ここが私たちが予約した中で一番いいホテルでしたね。マンダレイベイリゾートホテル。いやーね、ホテルの名前も長い、ね。このね、旅一番贅沢なホテルですね。水族館も入ってましたからね。いや、本当に大きかった。見に行きたかったね。いやー、見に行きたかったですよ。駐車場もね、見つけられなくて、なかなかチェックインできなかったですね。うん、もうチェックインできたの11時半過ぎとかでしたね。本当に疲れたね。疲れたよ。もうクタクタ歩けないんじゃないかと思いました。でもね、なんとか、あれ行きました。なんかすごいね、靴磨きがあったね。マンダレンベイリゾートの、違うな、マンダレイベイリゾートのホテル今日泊まちます。あれだ、ね、スタードッキリみたいな。おはようございます。あります。見てください。はぁ、あ、大きな鏡。すごい大きい、ほら。いやー、素晴らしい。どうですか。いやー、キングサイズ。はい、大きいベッド。ベッドが2つ。いや、充実してますね。大きいテレビもあって。ここはですね、ベランダには出れないようになってますね。見えます、ピラミッド。ピラミッド、見えない。おー、レーザー光線飛ばしてましたね。ね、今も飛ばしてますね。いや、本当にすごいところだね。すごい、本当。頭いくつあっても足んないね、これ、クッションの多さ。何これ、こんなにいるのかというくらいの。ここはクローゼットですね。クローゼット2階に2つあるんですね。あ、ここもですね、クローゼット。すごい、置き場。
そして真ん中これ扉がもう開いてましたけど、こうやってね、こんな風におしゃれ、ね、こんな風に出れるんですね。で開くと、綺麗ね、これ何これ、何個の鏡、もう1個で十分ないな気もしますけどね。バスタブとシャワールームが両方ですね。そしてここはキッチン、あ、違いました、トイレですね。すみません。トイレです。すごいね。こんな感じですね。いやー、よかった、よかった、ついて。ついてよかった、本当に運転がね、大変でしたよね。大変でしたね、交代交代でここまで来て。うん、4時間半。5時間くらいはかかりましたね。本当に獣は死んでるわ、はい、岩だらけだわ、ね、急に道細くなって、うん、でっかかったのに一車線になっちゃって、ね、ミニ四駆状態でしたよね。びっくり、驚きですよ。うん、お疲れ様でした、柳川さん。いや、とんでもない、木丸さんもね、本当何がなければ思い取れなかったですから。いや、そんなことはございません。あ、疲れたね。疲れた、本当疲れた。でも明日また朝9時には空港に行ってなきゃいけないので、いや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 、大変だこれは。頑張んないといけませんね。でもちょっとね、せっかく今夜中もうすぐ12時になっちゃうんですかね、うん、なっちゃうんだけども、あの LA じゃなくてラスベガスに来たので、うんうん、ちょっと遊びに出たいと思います。はいはい。Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.